皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土屋パフォーマンスです。今回はボンドボディに来てるんですけども、そのボンドボディから重大なお知らせがございます。なんと2021年秋、この度ボンドボディは大幅リニューアルしちゃいます。でリニューアル何するかというとですね、最近非常に需要が増えてます、ラッピング、プロテクション、あとはコーティングなんかを施工する専用のスペースが新設されちゃいます。そして今回まだ工事中なんですけれども、ボンドボディ店長のふもさんとどんな感じのスペースになるのか一緒にお届けしたいと思います。それでは行ってきます。それじゃあふもさん、改めて出るのはちょっと久しぶりですね。久しぶりですね、はい、じゃあボンドボディのふもとです、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日ふもさんと一緒にどんな感じになるのかお伝えしたいと思います。で場所的にはこの今まで板金塗装をやってたこの建物の裏手なんですよね。そうですね、はい、ちょっとせっかくなんで歩いて行ってみましょう。今到着いたしました。こちらが新しく新設されるコーティング、ラッピング、あとプロテクション施工のスペースになります。ちょっと今工事中なんですけれども、中入ってみたいと思います。そして工事をしていただいているのは大宮店オープンの時もお願いしたタグケンさんでございます、はい、なんで大規模な店舗リニューアルだったりとか新設はお気軽にタグケンさんまで、はい、宣伝もしっかりしておかないと、はい、怒られちゃいますからそうですね。どんな感じになりますか。はい、まあここ普通にバックでローダーで入ってくるような感じで、あ、ローダーが入れるように、ローダーが入れるように、はい、取ってるんですね、はい、で、まあこれ屋根つきますけど、はい、ここで下ろして、奥側、こちら側がコーティングですね。コーティングのスペース、こっちでコーティングするんですね、はい、ちょっとまだ屋根がついて壁がついてっていうような状況であれですけど、あ、これから屋根と壁がつくんですね。天井がついて、なるほど。で一応ここ3台分のスペースになってるんですけど、はい、まあ、あの間仕切りをして1台1台コーティングができるような感じのスペースになります、はい、なるほど。じゃあもうここシャッター閉めちゃって、そうです、完全にこう閉ざされた空間でやるわけです、うん、中でも洗車からコーティングまで全部この中で、あ、そうなんですか、はい。じゃあ水も全部流せるようにするってことですか。そうですね、あ、はい、ここに完成予想図が今ちょうど貼り付けてあります、ね、この一番右側のこの写真がちょうどここのスペースになります。これじゃあ照明は天井と壁と、天井と側面とで、やっぱコーティングなんで磨きの細かい部分を見るために結構その照明にはこだわって、通常 の LED の蛍光灯だけじゃなくて、あのスポットライトをこう当てる形で、要はもうなんていうのか、磨いてて細かいバフ目なんかを通常 の今までのボディだとなかなか見づらくて、スポットライト持ってきてこうチェックしてってやってたので、そういういちいちチェックするんじゃなくて、もうその場で全部見れるような感じの設備にして、なるほど、はい、を全部3ブース全部入れるんですか。基本2ブースがそういうブースになります、はいはい。で洗車も磨きも全部そこでできる。全部ここで、はい、それ自体は仕切らないんですか、うん、あ、仕切らないというかその、うん、閉じちゃわないんですか。あ、閉じない、閉じない、うん、側面だけ仕切ってるから。あ、うん、なるほどなるほど、まあ、空調的な部分もあって、はい、まあ、全体で温度を管理したいというのがあったので完全に閉めちゃうんじゃなくて、あ、まあ、なるほど、側面だけ下げている。結構そのちゃんと外気が入ってこないようになってるかとか、完全にもう密閉状態に、温度とかっていうのはすごく重要なんですよね。重要です、はい、もう磨きに関してももちろんこの後 のラッピングプロテクションに関してもちょっと温度管理っていうのができないといい仕事ができないっていうような状況なんで、はい、結局寒いとそのラッピングがカチカチになっちゃったりとか、カチカチになっちゃうし、はい、プロテクションも一緒ですね。シート類はもう寒いと硬くなっちゃうし、暑すぎると糊が伸びちゃうしっていう、分かる方は分かると思うんですけど、糊ずれっていうのがやっぱり起きちゃうので、やっぱり一定の温度で、もうメインはその鉄板の温度ですね。鉄板の温度をきちんと管理するっていうところ、クオリティコントロールできるようになって、そうですね。だからあの磨き屋さんでも結構こう倉庫構えてやってるところがあると思うんですけど、なかなか温度管理までしてきちんとやってくれるっていうところは少ないんで、うん、その辺もちょっとこだわって、やっぱり磨きの時でも夏場こうボンネットが温まってる状態で磨いてしまうと、うん、あの逆に傷を入れてしまったりだとかで、その状態でコーティング塗ってしまうとやっぱ乾燥が早すぎてうまくコーティングが伸びなかったりとか、
っていうのがあるので、きちんとやっぱり温度管理できる状況で作業する。あとはものすごく基本なとこですけど、そのオープンなとこで磨いちゃうと結局ホコリとかチリとか舞ってるんで、それを巻き込んで磨くことになっちゃうんですよね。そうすると綺麗にするんじゃなくて逆に傷つけてるっていうところがある。それをコーティング剤で隠しちゃってるような業者さんもいるんで、そういうことじゃなくてもきちんとあのなんて言うんでしょう、基本に忠実にやっていくためにも環境っていうのがやっぱり、なるほど、はい、じゃあここは結構その照明と、うん、あの空調と結構すごいことになりそうですね。はきちんと管理してるです、ね、はい、でこの辺で全部できるみたいです、うん、そしてあとはこっちの建物の中も、中もですね、はいはい、大規模に触っていくわけですね、はいはい、こっちのスペースがフィルムを施工するスペース、ちょっと行ってみましょうか、はいはい、行ってみましょうかって言っても足回りでガチガチですけどもちょっと行ける状況なのかどうか、はい、あ、全部やり直すんですね。全部やり直しです。天井も壁も、うん、ラッピングプロテクションと磨きの工場っていうと、え、同じ工場でやるのって思われちゃうんですけど、基本一緒にできないんです。どうしてもコンパウンドのカスが出ちゃう、はいはい、そのカスって基本フィルムなんかにとってはもうものすごい敵で、特にプロテクションなんかも持ってのほか、なので同じスペースでやるっていうのはもう基本的に無理なんで、なのでちょっと分けさせてもらって、こっちはこっち、はい、こっちはこっちでですね、はい、なるほど、まあ、ドライブオンのリフトが入って、はい、作業者がどうしても下ステップとか側面張る時なんかはやっぱドライブオンで車が上がった方がやっぱり綺麗に貼れますし、なるほど、で細かいところもチェックできますし、なんだそういうものがないと下の方寝そべって貼って、でローダーにいざ乗せて納車っていう時にあれっていうのになっちゃう。あ、なるほど、そんなのもちょっとしっかり防ぎたいので、ドライブオンのリフトを2機入れて、はい、で作業スペース的にはその2台でやると、2台ともう1台、3台分のスペース、あ、3台分のスペースやるんですか、はい、実際作業しようと思えば多分5台ぐらい一気にできちゃうんですけど、なるほど、基本的にベイとして構えるのは3台分、はいはい、でちょっとした待合スペースと作業スペースの感じですかね。なんか噂で聞いたんですけど、あとなんかその納車ルーム的なのも、納車ルーム、納車スペースですかね、納車スペース的なのにきちんと、まあ、社長の方から、はい、あのどういった商品をどういった施工をしてるっていうのをちゃんとお客さんにご案内できるようにっていうことで、ちゃんと確認いただいて見ていただいてお渡しできる。ああ、なるほど、ね、じゃあそんなところも作ってるわけですね。ですね、はい、やっぱりそのコーティングとかもそうなんですけど、どういったものを塗ってるのか、なんでそういった材料を選んでるのかっていうのがなかなかお客さんに伝わることがない。で今まで僕らも業者さんにお願いして作業をしてても、実際コーティング終わりましたでって感じになってるんで、だからそのどういうメンテナンスをしてくださいとか、どういうふうに洗車してくださいとか、このコーティング剤はこういうのが特徴ですっていうのをきちんとちゃんとお客さんにご案内できるような環境を整えてしっかりご提供していく。なるほど、はい、で僕あの実はこれ工事前にも一回あの撮影できてるんですよ。裏店で制作させていただいたワイドスターをなんとここで撮ってるんですよ。そうなんです、廃屋みたいな、はい、廃墟感がちょっと出したいなと思って、その前はもう全然居抜きで何もなかったんですよね、うん、でちょっと実はそこで撮ってたと。でその時にこの間取りを見てるんで知ってるんですけど、なんと今回ここ窓が追加されてるんですね。これが結局その外から見えるようにっていうことで、まあ、お客様がやっぱりこう入って来られないスペースなんで、やっぱり入ってきちゃうと一緒にこう開けなくちゃいけないし、はい、そうですね、ですよね、うん、なんでちょっと外から見えるようになってるみたいです。ちょっとそこをちょうど窓は先についてたんで見てみたい。ちょっとですけど、なんかこうどんなところで作業をしているのかなとかっていうのはやっぱり伝わると安心じゃないですか。そうですね、特に板金とかその塗装、あとはフィルム施工ってほとんどこうお客さん見ていただくことがない作業なんで、まあ本当にちょっとですけど、はい、どんな車が入ってて何やってるのかっていうのは少しだけ見えるようになってたりとか。というわけで今回は今年秋にリニューアルされるボンドボディのプロテクション、あとラッピング、あとコーティングのスペースをご紹介させていただきました。詳しいそのオープンの日にちは決まりましたら動画だったりとかホームページで告知させていただきますので、まあ、ぜひチェックしてみてください。そして今まで通り、ラッピング、コーティング、プロテクションのご依頼は各店舗で受付しておりますので、ぜひぜひ皆様お問い合わせください。そしてボンドボディ
当然普通のコーティングはいたしません。なんとコーティングもこのタイミングでちょっと特別なものをご用意してますんで、その辺の話なんかも次回お伝えしたいと思います。というわけでチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。